何舐めてあのこれ海外のプロレスラーの、ね、あそういうやつだったね。あのラストにこう敵を沈めるときに海外のプロレスラーが、うん、あ必殺技前にやるのね。で、うん、結構海外のプロレス見ててめちゃくちゃ面白いんだけど、ということで始まりました。どういう始まり方だよ。それ何？あ全然ピント合わなくなって、お前その体勢になってから怖い怖い怖い。これあの海外のプロレスラーの、うん、はい、ということで今回、うん、やってまいりました。はい、ドッキリです、うん、そこからでよかった動画は。今回のドッキリはですね、スタジオに あるかな、みんな一応僕たちのスタジオにトイレあるんですよ。あるよみんな心配しなくても大丈夫あるんですけど、うん、まあ、そのトイレね、まあ、一応その外からね、うん、お金とか1円とか10円玉でこう開けられたり閉められたりできるような鍵のタイプなんですよ、うん、で、まあまあまあもちろんね誰も入ってないんですけど、うん、ただ誰も入ってないのに鍵が閉まってるんですよ。なるほど、まあ、外からねこういうの閉めるというわけで、うん、まあ、そうなった場合にね誰こうトイレに行きたくなったと、うん、でトイレに行ったあれどう入ってんのかってなるわけじゃないですか、うん、でも誰もいないわけですよ、うん、それが長時間続いたらメンバーどういう反応するのかなと。あの、ね、これ本当にいるとか、これ何 なのこれみたいな、いつね中に誰もいないことに気づけるかっていうのが、そうそうっていうのをちょっとねやってみようかなと思い出して、うん、できれば、うん、本当にうんこ漏らしてほしいなといいの、心の底から思ってます。お前今後も一緒に活動していくやつがうんこ漏らしていいの？いやもう本当に心の底から思っておるんで、うん、ということでこちらの鍵を閉めていきたいと思います。閉めます。僕はね閉めました。僕は先ほどもうあらかじめトイレ行ったんで、ということでスタートします。あプロレスラーまでね一番人気の、あれ見たことある、俺いるな。俺にやってきてるよな、それ。俺でも絶対うんこ漏らせる。うん、強い。お前今だって俺が今そう言ってお前いややってねえよって言い切れなかったもんな。言い切れなかったもんな。言い切れない。俺相手に限らずやった可能性もあるから言い切れてないだけだろ。これか。開いてないの？強い。もう。俺先に？いや俺です。いや俺。連続うんこはきついわ。あいいよ。ちなみにけどお前どっち大将大です。違う、俺も30分前から大してんの。じゃあ大は後だな。お前も大だろ変わんねえからふざけんなお前。大連続はきついから1時間は空けてね。まあそうだね。いやそもそもお前家でしろよ。お前が呼んだんじゃんスタジオ。呼んでねえよ。なぜかゲームセンター行って買いに寄ってるだけだろ。
あ、いいよ、来た。うわ、やばい。飛び上げてる。8、8、8、8。うわ、おたけ引いちゃダメだよ。10、10、10。あ、そうか。おたけ引いちゃダメよ。10、10、10、10。うわ、やばい。いいぞ、フラドロついてる。よし。はい、俺先な。うわ、ギリギリ入ったよ。俺先な。もう次だって2勝取りたいの。いや、順位やじゃない。順位のはいないと思う。あ、順位いいのか。順位はいると思う。あ、本当そしたら考えられるのに。あ、2勝が来た。あ、2勝来たってことは何？順位中取りたいの。いえ。マジか。めちゃくちゃ2勝だと思ったけど、そのメンツ的に。須藤もここいるもん。リアルだから。俺このまんまの文章使ってよ。このままこれ何書けるんだよ。じゃあ5回勝負だって。なんで増やしてる。いいよ、じゃあ5回勝負な。ドイテニが来た。あいつ絶対俺だと思ったの。強っ。お前今入れなくて俺だと思ったの。いや、え、ジュニアは。ジュニアか。じゃあジュニアだ。もうは？うえい！うえい！また4引いてく。やばいマジで。いや、抜けてるよ。剣でもいいんだよ、剣でも。よし。はい。え？え？は？えじゃないよ。いや、今そのトイレが、トイレ純也がずっとうんこしてるっていう話になってたんだけど。はい、もういいな。もう5回中3回勝っちゃってんだから、こっちは。一応一緒、さっき戻ってった。安西は？俺ここいる。あれ？ちなみに俺もここいる。ちなみにまあトイレ開いたとしても、まず佐々木が最初入って俺が次だから。てか多分いねえぞ。誰じゃなんか変なやつじゃん。開けてみる。てかマジでストーカーみたいなやつ来たらどうする？シューズブしてるよ、トイレ来たすぎて。おー、大丈夫か。もうマジストーカー入ってるらしいなと。ストーカー、まあ、いな。ストーカー男のどっちかな。おい、ストーカー女だよ、佐々木。女、俺行くよ。おい、なんだ、なんつあれか、最近流行りのあの、便所飯か。便所飯思い出させんなっつってんだよ。同級生やってる会社で孤立することなんてあんの？ブラックだからな。お前もうお前何やってんだよ。誰としゃべってんだよ。こっち来いよ。やばどんなことだね。あれあれ、うんこしたい方は誰ですか？花田佐々木です。俺、俺です。どうぞ。開いてました。開いてんの？ずっとあの空洞でした。お前がやったの？はい。は？あの外から鍵閉めれるんだけど、あの誰か入ってる状態と見せかけてたら、誰がどれだけみんな耐えられるのかっていうことやってたんだけど。あ、ちゃんか。そう、やってたんだけど。しょうもない、マジで。しょうもないことはないだろう。なんでしょうもないって。お前ら下にいたのか、ずっと無駄に30分くらいうんこ我慢してんだぜ。俺も無駄に我慢してたから。健康に悪いよ、この我慢は。お前らなんかずっとうんこの話ばっかりしてる。僕の話しかしてない。僕なんかあの、多分全員の我慢が、もしくは安西の我慢が来たらしいんですけど、ちょっと今サブとってからトイレ来てくんないと。そういうこと。いやでもすごいね、なんか社会現象みたいな感じでさ、この1時間ぐらいトイレ締め切るだけでほぼメンバー全員集まってくるっていう。そうだろう。それ大事みたいな。全員来た。西尾さっきの方。西尾このことも知らない。はい、ということで、じゃあ結果全員騙されるということで。騙されるとかって僕の勝ちですね。騙されるとか閉まってたら開けようとしないじゃん。今のところ僕のドッキリ全て成功してるんで。俺上の GoPro 気づいたよ。残念でした。あの太田さんは負けです。あなたは GoPro さ負けです。君も負けです。俺しか負けです。